안녕하세요연정です。今年の夏は暑かったですね。隣の皆さんと연정아줌마はそうそう、トマトキムチ、このトマトキムチで上手に波にまた乗って乗り越えましたね。じゃあ秋にはじゃじゃじゃん、秋にはうちの中には柿があるじゃないですか。今日作る柿カクテルはこの柿、柿が旨味の塊なので簡単にささっと作れるので、より秋を楽しめると思います。じゃあ行きます。あ、そうだ、皆さん柿見たら何が思い出す？よんじょうあじゅまね、柿見たら運動会が思い出すの。柿カクテルの材料、ニラは小ネギでもいい、長ネギでもいい。唐辛子粉、調味料、韓国ではこういう梅シロップというの調味料もあるので、梅シロップ使ってみてください。にんにくおろし入れない、柿の香りを弱くするので入れない方がいい。好みでごま油ちょっとかけるのは、あー、おしゃれかも。両手でやるのも優しく会いたいから。柿のカクテル、マッコリいっぱい、秋の柿のカクテルとマッコリいっぱい。今日もお疲れ様です。お疲れ様です。今日はいっぱい持ってきたでしょ。好みでごま油ちょっとかけたり、梅シロップ入れると味がおしゃれ、もしなかったら蜂蜜ちょっと入れたり、砂糖ちょっと入れて自分が好きな甘さで合わせるのもいいと思います。ごま油も今日はいらない、おいしかったから。じゃあやっぱり生もくり好き。あ、今日は最後の撮影で使ったので振りました。秋に柿にコンベちゃん、今は何にも考えず食べるのから嬉しい。うん、ピリ辛がいい。うん、これが大好き。うん、うん、これ本当無限食いできる。うん、だニラが美味しい。果物には水が出るでしょ。味付けが入るとまた緩くなってくるので、今のちょうどいい硬さを楽しんでくださいね。ニラも生でいっぱい食べて。연정아줌마가カキ見たら運動会を思い出すって言ったでしょ。まず運動会にちゃん。運動会といえばかけっこー、けど多分私と同じ世代の方はかけっこに命かけてる方いっぱいいたでしょ。韓国はね、糸はね、いや、ここにこんなにこんなにでかいスタンプで糸になるんですね。で、2頭はもうちょっとちっちゃい2頭、3頭はもうちょっとちっちゃい2頭、その3頭までもらう子はもう体操着いつもこれですよ。もうこれでお母さん、お父さんの引き物のところまで堂々と行くけど、昼ご飯食べるときにやっぱり悔しい子って4位でしょ、4位。あと1等ずっと取ってた子が2位取ったら、それ以上経験したことはないけど悔しいと思う。そしたらご飯食べながらもうずっと泣く子がね、あちこちいましたよ。そのやっぱり柿食べると、柿って甘いので、食べるのでいつもオレンジに話しながら泣く子が多いので、運動会で柿しか思い出さないです。で、今考えると、あ、競争したのもすごく楽しかったなと思います。
だって前日から私は絶対3位に入らない子でもトクトクトクしてましたよ。なんでもしかしたらそれの言葉なんですよ。素敵な思い出に乾杯ちゃっ。このマッコリの甘ったるい味の中にはニラ。食べながら、うん、ほんとこの牡蠣無限。こんなにサイダーに飲むのは初めてだな。四丁味もね、ワインじゃないけどちょっと残します。やっぱりカスがすごくあるでしょ。ちょっと贅沢だけどちょっとは残すんだ。じゃあ最後に皆さん、秋にはバーベキューするとまた楽しいですね。バーベキューした時に牡蠣カクテキ一緒に参加させてね。じゃん。マッコリと牡蠣、なんだろう、また연정아줌마그러네 飲まないつもりだけ飲んじゃおう。